前回は日本の神社と古代イスラエルの幕屋の類似について見た。今回は供え物やその他の風習、また禊について見てみたい。日本の神社においては米、餅、酒、穀物、野菜、実、菓子、塩、水、魚、鯛など、鶏、キジ肉などが神への供え物、神饌として拝殿に捧げられる。これらの素材はすべて最高のものでなければならない。また調理に使う火も、火打ち石か摩擦熱の火起こしによる特別なものでなければならない。これらは一つの木の机の上に美しく並べられ、神官はこれを神に捧げて祈る。またこれらの供え物は一連の儀式が終わった後、神官や参加者たちによって食される。そこには神と人が共に食するという神人共食の意味が込められている。古代イスラエルの幕屋や神殿においても、至聖所、本殿の手前の聖所、拝殿に一つの木の机が置かれていた。その机に地の産物である穀物で作ったパン、酒、これはブドウ酒、香などが捧げられた。それらは神への供え物であり、すべて最高のものでなければならなかった。祭司はこれらを神に捧げ祈った。そして一連の儀式が終わった後、神に捧げられたそれらの供え物は、祭司やその家族によって食されたのである。また聖書には、かつてイスラエルの指導者モーセや長老70人らがシナイ山において神の御前に進み出て、そこで共に食事をしたという記事が載っている。モーセとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は登っていった。そうして彼らはイスラエルの神を仰ぎ見た。御足の下にはサファイアを敷いたようなものがあり、透き通っていて青空のようであった。神はイスラエル人の指導者たちに手を下されなかったので、彼らは神を見、しかも飲み食いをした。これこそ神人共食の原点であろう。神の御前で神を仰ぎ見ながらイスラエルの指導者たちが共に食事をしたということに深い意味がある。聖書では共に食べるとは共に生きるということを表している。それは神が彼ら指導者たちと共に生きることを表していた。もっとも聖書においては神人共食という言葉は使われていない。しかし、後にユダヤ教の経典タルムードにおいては、神人共食と同様の概念が見出されている。日本の天皇も神、アマテラスの前に進み出て、そこで食事をする儀式を持つ。これも神人共食の意味を持っている。日本神道においては今日、四つ足動物の獣肉は供え物にはされない。しかし諏訪大社、長野県においては明治4年まで鹿を神に捧げる供え物の風習があった。御頭祭という。また791年に桓武天皇は殺牛祭神を禁止する勅令を出している。殺牛祭神、牛殺祭祀とは、牛を殺して神に捧げる風習で、これは当時まで牛を捧げる供え物の風習があったことを示している。しかし現在よく捧げられる供え物は、初穂や塩、カツオなどの魚、わかめ、餅やご飯、酒などである。この時、塩は必ず捧げられる。
日本人が家庭に作る神棚の供え物にも塩が必ず備えられる。日本では神前の供え物には必ず塩が添えられた。祭りの時の供え物もそうである。仏前には塩は捧げない。神前に塩を捧げるのは古代イスラエルの風習である。あなたの捧げ物にはいつでも塩を添えて捧げなければならないと聖書に記されているからだ。祭りの時の供え物もそうである。日本で神前に捧げる供え物に酒が欠くことのできないものになっていることも興味深い。神社に行くと大抵日本酒の樽や瓶がたくさん捧げられているのを見かける。神社には酒が並べられている。これは神様に捧げた酒であり、古くからそのような風習がある。神社の神様は酒好きなのかと思った人もいることだろう。実はこれは古代イスラエルでも同様で、神前には神酒が備えられた。燔祭注ぎの供え物にはブドウ酒1品の4分の1を用いなければならないと聖書は記す。1品は約6リットルであり、その4分の1といえば日本の大社で備えられる神酒の量と大体同じであると聞いている。ブドウ酒は英語でワインというが、一方日本酒、清酒は英語では日本語そのままで酒というか、あるいはライスワインという。日本酒も一種のワインなのである。日本にはブドウはなかったからブドウ酒は作れず、米を材料に日本酒を作ったが、材料は違ってもワインなのである。要するに日本神道の供え物の風習は古代イスラエル人のものに極めてよく似ている。古代イスラエルの幕屋や神殿ではその聖所に燭台が置かれて灯火となっていた。その火は決して消されることがなかった。火を絶やしてはならないと命じられていたからだ。今日もシナゴーグ、ユダヤ教会堂にはどこも絶え間なく燃え続ける灯火がある。同様に日本の神社の拝殿にも神聖な火起こしによる灯火が置かれ、忌み火という。由緒ある神社などではその灯火を絶やしてはならないとされている。日本の神社の拝殿にこのように聖なる灯火があり、また机の上に供え物が置かれることは、古代イスラエルの幕屋や神殿の聖所に燭台があり、机の上に供えのパンが置かれていたことによく似ている。至聖所と本殿、聖所と拝殿の機能はこのように互いによく似ているのだ。日本の神社の拝殿の入り口にはまた真ん中に金色の大きな鈴がぶら下がっていて、そこから縄が垂れ下がっている。参拝者はそれを揺らし、金の鈴を鳴らしてからその前で祈る。これには鈴の清らかな音色で神様をお招きし、これから祈願を申し上げるという一種の合図のような役割があるという。これは古代イスラエルの風習を思い起こさせるものだ。イスラエルの大祭司の衣の裾には金の鈴がついていたのである。それは彼が聖所に入り、そこで祈祷や儀式を執り行うとき、その音が聞こえて中に彼がいることがわかるためであった。神の御前で祈ったり奉仕したりするとき、金の鈴の音が聞こえていなければならないとされていたのである。神社の参拝者は神前で祈るときに2度手を叩く。
これは昔から日本人独特の風習である。中国にはない。有名な魏志倭人伝には日本人倭人の風習として鬼人に対し手を打ってひざまずいて拝礼をしていたことが記されている。つまり当時の日本人は鬼人に対しても柏手をしていた。この手を叩く行為は尊敬や崇拝の気持ちを表したのであろう。あるいはあなたの前には嘘を申しません、真実を申しますという意味もあったと思われる。古代イスラエルにも手を叩く風習があった。聖書中2箇所で誓うと訳されている言葉は言語のヘブル語では手を叩くである。小矢部善一郎はこれは神道の柏手と関係があるのではないかとしている。ユダヤ人の研究家ヨセフ・アイデルバーグによると、拍手、柏手はヘブル・アラム語で叩くを意味するハカシャから来たのではないかという。ただし拍手は音読みから来ているのでその点が気になるが、神道では古来拍手ではなく柏手という。柏手は日本古来の大和言葉である。アイデルバーグによれば、これはアラム語で手を叩くを意味するキシイダ、叩くプラス手から来たのではないかという。神社の参拝者は神前で祈るときに深くお辞儀をする。二拝、二拍手、一拝というように深々と頭を垂れてお辞儀を二回し、柏手を二度して、それからもう一度お辞儀をする。お辞儀は古代イスラエル人の風習でもあった。今日もユダヤ人はシナゴーグで祈るとき、ラビやトーラーの前で頻繁にお辞儀をする。私もシナゴーグでそれを見たことがある。それは日本人のお辞儀にも似ている。聖書にはイスラエル民族の父祖ヤコブが兄エソーに20年ぶりに会うという時に深くお辞儀をしたことが記されている。今日のユダヤ人の多くはこうした挨拶としてのお辞儀をしないが、ユダヤ人が古くから移り住んでいたエチオピアにはこのお辞儀の風習が今もある。私はテレビ番組でこのエチオピア人のお辞儀を見たことがあるが、彼らのお辞儀は日本のお辞儀と全く同じである。日本の神社の特徴の一つにしめ縄がある。神社に行くと神域にはしめ縄が張ってある。これは縄のところどころにジグザグの白い紙、紙しでを垂らしたもので、姓と族を区別する境界である。しめ縄の内側は聖域、神域なのだ。このような風習は今日のユダヤ教にはない。しかしその考え方自体は非常にユダヤ的である。なぜならかつてモーセはシナイ山に登って十戒を授かろうとしたとき、民が山に近づいて死なないように山の周囲に境を設けたと聖書に記されているのだ。その境がどんなものであったかは記されていないが、縄か何かが張られたに違いない。日本の神社のしめ縄はその記憶に基づくものに違いない。私にはしめ縄のところどころについているジグザグの紙しでは十戒が与えられた時シナイ山にひらめき渡った稲妻をイメージしたもののように見える。しめ縄を見るとシナイ山の光景が目に浮かぶようだ。
神道では清めの儀式に榊の枝が用いられる。榊で汚れを払い、あるいは玉串として神前に供えるなどする。榊は神道の神事に欠くことのできないものである。榊は椿科の常緑樹で、小豆大の果実は球形であり、熟して黒い色となる。しかし地方によっては榊が生育しないところがあるので、そうした地方では同じ常緑樹である杉、もみ、樫などを代わりに使う。こうした緑の葉を持つ枝を神事に用いるのは古代イスラエルの風習であった。イスラエルでは榊と同じように緑の葉を持つヒソプという植物を用いた。これは小粒の実のなる灌木の枝で、祭司が清めの儀式に用い、また神前に備えたのである。例えば杉の木とヒソプと火色のヨリ糸と生きている小鳥を取って、ほふられた小鳥の血の中と湧き水の中にそれらを浸し、その家に7度振りかけるなどと旧約聖書に記されている。ヒソプは神事に用いられたのである。日本ではヒソプがないので、その代わりのものとして榊が用いられたのであろう。神事に植物の枝を用いることは古代ユダヤ教と日本神道の間で共通している。仏教にもイスラム教にもキリスト教にもこのような風習はない。これは古代ユダヤ教から来た風習であろう。次に、みそぎについて見てみよう。日本神道では、清め、みそぎのために水を用いる風習がある。神社は大抵清流やきれいな水の池、湖、海などの近くに建てられている。これは、それらの川や池などで水浴してみそぎ、身の清めを行うためである。例えば、伊勢神宮の隣には五十鈴川が流れている。人々がそこで水浴してみそぎをするためである。神官もそこでみそぎをする。五十鈴川のほとりにそうしたみそぎのための場所がちゃんと確保されている。水は神道において人を清めるものであった。古代イスラエルにも水で体を清める風習があった。祭司はその衣服を洗い、その体に水を浴びよ。その後、宿営に入ることができる。だから古代イスラエルにおいては、礼拝所の近くに清らかな水があることが理想とされたのだ。同様に日本神道の神官も、神社で使える前に必ず衣服を洗ってきれいにし、水浴してみそぎをする。仏教、特に謙虚の僧侶には一般的にこのような風習はない。これは古代イスラエルの風習である。古代イスラエルでも日本神道でも聖浄を旨としたのだ。水で流せば心身が清くされるという考え方である。ところでキリスト教では洗礼というものを行う。信者となるにあたって水の中に浸るのである。これは古代イスラエルからの伝統に基づき、ユダヤ教から受け継いだみそぎの一種である。つまりキリスト教の洗礼もユダヤ教と日本神道でいうみそぎの一種なのだ。みそぎという言葉はどこから来たのだろうか。ヘブル語でみそぐには分別、性別の意味があり、神道用語のみそぎはそこから来た言葉のように思える。中央アジアや西アジア一帯の遊牧民には水浴によって身を清めるみそぎをするという風習は見られない。しかしインドでは水浴には功徳があると信じられた。ガンジス川などでは
今でも多くの巡礼者たちが水浴をしている。古代中国でも3月の初めの身の日は悪日だとして、その日に川の水に入り身の汚れを落とす風習があった。けれども日本では水浴はさらに日本特有の祓いの観念と結びついたのである。すなわち宗教的な汚れを払う神道の神事として高められ、極めて重要な意味を与えられている。この観念は極めてユダヤ的である。